当院シニアカレッジは町内在住の60歳以上の方を対象に地域福祉への関心や趣味、生きがいを持ってもらおうと社会福祉協議会が主催しているもので、この日は入学式が行われました。第46期生として入学を迎えるのは町内在住の16人。式にはそのうちの15人が参加しました。式では初めに当院長社会福祉協議会の安藤周平会長が、シニアカレッジへのご参加ありがとうございます、ここで出会った方たちとのご縁を長くつなげていくことができるような関係づくりをしてほしいと思いますと挨拶しました。続いて来賓の水谷俊夫町長が、ご入学おめでとうございます、ここでは仲間づくりが一番大切なことだと思います、仲間を作ることでそれぞれの地域で活動の場が広がることを願っていますと、当院町シニアクラブ連合会の伊藤忠会長が、皆さんの人生に少しでも役立ててもらえるように、いろいろな講義や実習に積極的に参加していただき、より充実したものにしてほしいですと祝辞を述べました。当院シニアカレッジでは来年の3月までに地域福祉座談会や町の歴史、当院町議会定例会の傍聴など、さまざまなスケジュールで学習の機会を設けていくとのことです。